開催中のワールドカップロシア大会で、2大会ぶり3度目のグループリーグ突破を果たした日本代表が日本時間3日午前3時、ロシア南部のロストフアリーナで、FIFA ランキング3位の強豪ベルギー代表との決勝トーナメント1回戦に臨む。サッカー王国ブラジル代表を撃破しながら、決勝トーナメントへ日本を導けなかった、記事全文を読む。